いやついにねやってきましたよ、ホンダ。こちら青山になっております。ウェルカムプラザの裏のところのところで撮影します。すごいよね、見て。やっぱいいぞベゼル、今度のベゼル。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、新型ベゼルの後部座席を深掘りということでいっぱいレビューしてみようと思います。私ね、身長が183センチあるので、大きな人でもね車中泊できるかというテストをしてみました。ホンダ広報の宇沢さんにも手伝ってもらって屋根をつけてみました。いや、このスカイルーフ屋根がつくんですよね。いや、しかしね、今度のホンダベゼルかなりいいですよね。いや、本当に欲しくなっちゃいました。私ね、こういった、ホンダの車よくレビューしてますので、もしよろしければチャンネル登録してくださいね。そしたらね、次見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。では本編の方へどうぞ。これね、ほら、全方向上から見たね、これ宇沢さんの足がめっちゃ伸びてるけど、ほら、真上から見れるんよ。すごいよな。ちなみに乗った感じこんな感じです。っていうか、お、上。これこれ、あ、閉めれるんや、よかった。これ閉めれるんや。あ、っていうか透けてる、なんやろ、透けてる、メッシュですよね、はい、いや、これどうなってんのかな思ってた、出てこないんだろうと思ってたんですよ。フロント側はロール式ですね、はい、で後ろ側が分割で外れる。あ、後ろも閉めれるんですか。あ、じゃあちょっと後ろ行ってきます。これちなみに鍵、ほら、今までとちょっと違うぞ、なんか丸みを帯びとる。これが後部座席用のサンシェードです。こんなコンパクトに軽そうですね、すごい。あ、軽い。これなんかアウトドアグッズみたい。ちなみにこれちょっと今後ろを開けてもらったんですけど、これ下もね、ほら結構、あ、何これ。おしゃれバンドついとるやないか。なんか結構収納もやっぱいいなぁ、いいな、裏山で。これあれなんですよね、自動で。これキックはできるんですか。あ、キックもできます。おりゃ、お、開いた。さっきちょっとね、これ閉める時も足で閉める時はできるんですね。閉める時はここで、このボタンを押して離れると、なんか後で自動で閉まるみたいです。これどれぐらいのタイムラグがいけるんかな。押して離れればいいですよね。はい、離れていただいて。あ、ほんまや、大体ですけど2メーターちょい離れたら、閉まりました。すごいね、この機能ホンダいいに欲しいね。これほら、見てこれすごないこれ。これ後ろ後部座席めっちゃいいと思う。これはええぞ、なんか上に猫とか歩かせたいけど。で、そうそう、これ夏場とかね、すごい暑いんじゃないかなと思うんですけど、こいつはつけれると。ちょっと一回つけてみましょう。頑張れ宇沢さん、頑張れ。あ、やっぱこの軽いは正義ですよね。あの、女性の方でも簡単に今できました。まあでも実際手間っちゃ手間やけど、これあった方がいいと思います、実際ね。これだいぶあれなんですか、あの、夏場とか暑さってどんな感じなんでしょうね。あ、そうなんです、あの、今回サンシェードはできるだけその開けた状態でパノラマルーフ楽しんでいただきたいっていう思いで、はい、もう遊んでもらおうと。なのでこれロイガラスという、その日射熱とか紫外線とかを遮断するような、まあ完璧に 100% ではないんですけれども、うん、あの、多くを遮断するようなガラスを使っていますので、紫外線を感じないようなガラスを採用。
私もあの本題前がこんな感じのガラス張りなんですけど、まだちょっと夏は体験してないんですが、あの冬めっちゃいいんですよ。もうあったかいですよ。もう暖房つけなくてねいいぐらいで、だから本当にねこれ上が開いてるだけですごい開放感もありますし、あの大きな車に乗ってるなという感じがします。これもあのタッチ式なので、そうそう、これすごいよこれこれがあのいいところが、あのお母さんがお子さんの世話をしてたりとか、はい、あの下に物がある時にその物を取りながら動かしながら、あんまりスイッチを探さなくてもパッと、うん、これね直感的ですよね、できるような便利な。いやすごい、これ考えた人賢いと思うこれだったら乗ってる時に運転席からピュッとつけれると思います。ちなみに後部座席こんな感じですね。ちゃんとほら出てきます。はい、こんな感じです。すごないこれ、この後ろのこの開放感。これね他のグレード選べないんですよね。あのプレイだけがこのねリアまでこのガラス張りという感じの、いやーこれはねちょっと本田さんやったなという感じしますね。ワクワクが止まらない。これで夏のビーチに行きたいよな。山でもいいけど。ちなみにねこうドキドキ要素、こういうラベルとかね、そういうところにもちょっと表現されてるみたいです。てかすごいやっぱ質感がええわ。あの手に触るところがね結構柔らかくてね本当にいいと思います。なんか光ってるスマートフォンとか充電できるやつついてます。あー空調もついていいね。あここ何これ、この小さいポケット、そっかスマホをここに入れて充電するってか、そんな感じか。あーでやっぱこれね、あの後部座席もこの音を楽しめるんですよね。今回このオーディオもね結構力入れてるみたいで、あのサウンドシステムがねすごいいいんじゃなかろうかという感じですよね。いやこれはね長距離も行けます。ほら見てこれ、これドライビングポジションで拳1個2個ぐらい十分あります。私ね結構身長高い方なんで、あのでかいんですけどそれでもねその狭さを感じないですね。っていうかやっぱこれウェアはこれでねだいぶ開放感違う。はい扉ね、あのここで解錠できます。ピッてしてグッとするだけでね、ほら、あそうそうそう、あ畳んでくれるんや、よかった。これほら嬉しい、これめっちゃ便利。いやもう一回乗りますぜ。やっぱねこのドライビングポジションこれ見てやっぱいいぞベゼル、今度のベゼルこれちょっと走りてえな。ぜひとも次もこれね試乗会とか出れたらいいけど、難しいかな、どうかな呼んでください。どうかっこよくね、ほら遊びも仕事もできるっていうね感じの大人の車だな。これ地位充電できるやつか、スマートフォン置いてね充電できます。あちなみにこれほらここなんか大きいスピーカーね、あのホンダ E もねこう真ん中にスピーカーあったんですけど、こんな感じでなんかさらにこの浮き立ってる、まあこの色をちょっと選べた方が良かったかな、このオレンジ色ね。新型フィットからだいぶねあのリビング系にデザイン振ってきたんですけど、そういう感じというよりまあ親しみやすさは残りつつ、なんかね遊び心っていうのが結構満載に感じ取られましたね。はい、もう一回ちょっとつけさせてもらいます。そうそうこれねやっぱうんこれに戻してくれてありがとう。で、ああちゃんとハンドルヒーターもついとるか。まあもちろんシートヒーターもねついとるわな、3段階。いや高級車やな本当に。でこれねあのホンダセンシング LKAS ね、車両維持支援システムね、あのハンドルがあの白線をね読み取ってあの補助してくれるんですよね。こうクックッとね補助してくれます。でもうこれないと不便だわっていうぐらいのこれ ACC、 しかもねこれ渋滞追従付きですよ。今回ねやっと
やっとね、0キロから前の車を追尾するような機能がつきました。これね、神アイテムです。みんな絶対これつけるよなという感じがします。ホンダセンシングね、今全車装備になってますので、一番下のガソリンモデルでも、このホンダセンシングついてますので、いや、その辺ね、いや、コスパええわという感じがしますね。このホンダベゼル、ちょっと、マジで欲しなってきたな。やばいな、これ。おっ、すいません、宇沢先生にちょっと、ありがとうございます。助手を使ってしまった。すごいエンジン、いい HEV 来た。これがモーターか。こうやって 1.5 リッターですよね。まあでもこれ2モーターでかなり乗り味が上質になってるはずです。まあ、フィットとかと同じエンジンにはなるんですが、ちょっと、ブラッシュアップされてるという噂ですね。まあ、これ CVT なんですよね。前、IDCD っていうね、ちょっと個性のあるユニット組んでたんですけども、EHEV はね、やっぱすごい乗り味がね、それから上質になったんだなという感じがします。これ、私に前乗ってたフィットちゃんもそうだったんですけど、これね、シートめっちゃいいんですよ。ほら見てこれこんな感じでめっちゃ上がるんよ。こうなるとなんかちょっとした背の高い買い物が置けるという感じですよね。あ、そうか、これ、こんな倒れ方。あ、ちゅうかこれ下のシート沈んだな。今沈むぞ。あ、結構フラット、だいぶフラットやわ。これね、気になるのがね、サイズが1550ぐらいのような気もするけど、まだ公開しておりません。前のベゼルはね、1600ぐらいでしたよね。立体駐車場入らないっていう。うわ、すげえ。これまさかの寝れるやつ、まさかの寝れるやつですか。じゃあ寝ていただいて。そうです、一泊させてもらいます。ほらこんな感じ。うわー、天井がガラス張り。これ青空やったらいいのにな。これね、斜めにしていきます。いや、ちょっと普通の人は打たないと思います。私ちょっとでもちゃんと柔らかその辺は気は使ってなかったと思いますけど。あ、なるほど。あ、だいぶこれで30センチ以上広くなった。ちょっとなんか詰め物したらさらにベッドができるかも。あ、そうか、こうなると、あ、いけるかもしれない。私身長183センチあります。はい、お願いします。あー、やばいやばいやばい、いけるかいけるか。あー、あ、いけた。じゃあ今日はここで寝させてもらいます。では新型ベゼル、いや今日は宇沢さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、新型ベゼル今度2021年の4月に発売ということで、皆さんワクワクドキドキして待ってくださいね。こちら、ホンダの、青山の方で今日は撮影の方をさせていただきました。私のチャンネルね、こういったホンダの車よく出してますので、皆さんもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日はホンダベゼルプレイでした。じゃあね、バーイ。